おはようございます。おはようございます。デビッド・セルロセスの必死です。アシスタントです。あ、そうですか。はい、で、今日はよくある質問の答えですね。最初の質問から、はい、フレッシュボンドを受け取ったらどのくらい、いつ肥料をあげればいいんでしょうか。私たちのフレッシュポットの中で、まあ、その土の中、私たちが土、準備するときにそれ肥料が入ってます。入ってるんですか。入ってます。一応入ってるんですね。まあ、その肥料は、はい、リリースのタイミングとかいろいろややこしい話になっちゃいますから、まあ、必ず春までは全く肥料をあげなくても問題はありません。で、一回春咲いてから、まあ、簡単の肥料をしようと思えば、まあ、ローズフードみたいなもの、すぐ溶けてすぐ、効果が見える肥料だったら少しぐらい、まあ、そのデッドヘディングのタイミングでいいかなと思います。ただ、私からのアドバイスだったら、その5月までもしそのままで、その6リットルのままで育つんだったら、まあ、5月の花が終わった後に剪定して鉢上げの方がいいです。鉢上げる時に新しい土とその、まあ、大きい鉢に入れて土もいるんじゃないですか。で、その土にローズフードか肥料か何か一緒に混ぜて鉢上げたらいいかなと思います。確かにフレッシュポットを送る時って、まあ、フレッシュポットのご案内っていう白い紙が入ってると、はい、入ってますね。その時に、まあ、一番花が終わったら植え替えてくださいっていうのが書いてると思うんですけど、その植え替える時に土に混ぜてどのくらいも使うんですか。うん、それはその使う肥料によります。で、そのどれくらいの土の量に使うのか、まあ、最近の、まあ、大体25リットルの、何も肥料入ってない土だったら、まあ、私たちが使うのローズフードは、まあ、20から40まあ、グラムですね。そのローズフードがもう本当に使いやすい肥料なんですね。もう水で溶けてすぐ効果が見えるんです。でも、もしお客様はもっと強い肥料を使うんだったら、もうちょっとアドバイスはできませんですよ、ね。そこはどれぐらい使えばいいのか、やっぱりそのメーカーさんの方がいいかなと思います。はい、メーカーさん、はい、はい。フレッシュポットの肥料は分かったんですけど、うん、去年買った鉢を冬に冬剪定しました、うん、その鉢はじゃあいつ肥料をあげますか。うん、冬剪定した後に必ず鉢上げと思うんですよね、うん。で、もしもともと大きい鉢で育ってる方だったら冬剪定してそのタイミングで肥料をあげてもいいし、まあ、3月まで待ってもないんですよね。それもまた肥料によります。その肥料のリリースによって、もう水で溶けてすぐ出る肥料だったらこの2月とかではそんなに意味がないから、まあ、ちょっとぐらいなんですね。そんなに動いてない。あ、やけど3月4月から、結構根が動いてくれて、やっぱり肥料はあった方がいい。まあ、液肥使うんだったらあまり冬であげる意味がないんですよね。でも、もう結構葉っぱが出て動いてる状態でちょっとなんか足らんなと思ったら、その時は液肥とか便利なんですよね。もう本当に肥料によります。で、私たちのローズフードとしたら、まあ、どれぐらいあげたらいいのはやっぱりポットの大きさにもよります。だから35リットルだったら、まあ、6リットルより多めにあげた方がいいとか、まあ、できるだけちょっとその肥料を置くだけではなくて、ちょっと中にちょっといじって中に入れてまた土で隠した方がいいかなと思うんですよね。はい、はい、肥料難しいですね。難しいです。すごい難しいですね、はい、よく聞かれるんです。はい、だから正しく答えるんだったら、もう元々の土のレベルが何かって聞きたくなるんですね。私たちだったら土の検査をして、どれぐらいその NPK が入ってるのは見てから肥料をあげる。うん、難しい。もうお客様はそれはもうなかなかできないから、ちょっと年々で自分の、経験で、
でも上げすぎないように、はい、肥料が少なくてもそんなに大きな問題は出ないんですから、はい、ちょっとしんどいとか、うん、あの足らない、もし何か足らなかったら、はい、大体葉っぱで分かるんです。葉っぱが薄くなったりとか、はい、その線が濃いやけど周りが薄くなったりとか、まあ、いくつかのパターンはあります。上げすぎたら絶対問題が出ると思う。どこが出やすいとか、変な細い枝がいっぱい出るとか、まあ、そこは難しいです。はい、はい、